はい、どうもことです。じゃあ今回はね、ワンオクロックの君次第列車の走行解説をしていきます。チューニングが全弦、半音下げですね。で動画内タブ付きで解説をしていくんで、よかったら最後までよろしくお願いします。はい、じゃあ早速イントロからやっていきたいと思います。はい、こんな感じですね。一番初めなんですけど、3弦の2フレットと、4弦の2フレット、この2つ押さえて、で押さえたまま、3弦の1フレット人差し指で押さえといて、で薬指押さえたり離したりしてます。はい、でここなんですけど、ここプリングで1回だけ弾いて薬指で叩いてます。で最後開放ですね。じゃあここまでゆっくりタブ譜出しながら弾きます。はい、これの繰り返しで、最後一番最後の部分が、でここが6弦2フレットのパワーコードの形です。はい、じゃあ次のパートやっていきます。これ2周ですね。ここは最初オクターブ奏法で、ここは結構難しいんですけど、1回だけ弾いてスライドさします。ここはちょっとオクターブ奏法にしては早いんで、ちょっと難しいかもしれないです。でその次が、ここも全部オクターブですね。でなるべく音切るようにして、でここもスライドで繋いでます。で最後イントロで出てきたフレーズですね。はい、じゃあここもタブ譜出しながらゆっくり弾きます。はい、こんな感じです。じゃあ次 A メロいきます。はい、これの繰り返しです。はじめが5弦の開放ですね。これのブリッジミュートです。右手の主張をこのブリッジに当てて、倍音消してます。開放をダウンで弾いて、でこの高音源を全部アップで弾いてる感じですね。これだとやりやすいです。でここがプリングですね。プリングオフ。で次5弦の4フレットを押さえてます。はい、こんな感じです。これ結構スピードが速いんで、はじめゆっくりしたテンポからやることをおすすめします。はい、じゃあ一回タブ譜出しながらゆっくり弾きます。じゃあ次 B メロ、サビ前の部分やっていきます。最初6弦2フレットのパワーコードを弾いて、で1弦の4フレット、で次5弦4フレットのパワーコード、1弦2フレットに下がってます。
これの繰り返しです。はい、こんな感じです。じゃあ次サビいきます。はい、ここはパワーコードなんで簡単です。タブ札しながらゆっくり弾きます。はい、じゃあ最後にギターソロやって終わりたいと思います。最初3弦11フレットのチョーキングですね。で9フレットもチョーキングします。上昇していくところが、こんな感じです。ちょっとゆっくりタブ札して回数していきます。はい、じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。ちょっとね、このアウトロ撮るの忘れてちょっと別日に撮ってるんで、よかったら概要欄に僕のブログと各種 SNS のリンクとか貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。じゃあ最後にチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。